どうも、キューニー F です、本日はですね、本題に入る前に、先日、僕が住んでるね、山口県で、県内初めてね、昆虫イベントがね、開催されました。でね、このイベントなんですけど、まあ、僕がね、知ったのが直前だったもので、まあ、この日は仕事が入ってたので、僕は行けなかったんですよ。もう県内で初めてだったんでね、もうすっごい行きたかったんですけど、まあ、予定が入ってるから、まあ、仕方がないっていうことでね、諦めてはいたんですが、ちょうどね、僕の知人がね、僕の知人にね、この話をしたところ、行くということでね、まあ、中でのね、状況をね、教えてもらったり、欲しいものがあったら、ということでね、何か、いろいろ見てもらってね、まあ僕もね、知人経由でね、戦利品っていうんですか、買ってきてもらいました。でね、今日はね、そちらをね、ちょろっと紹介してから、本題に入っていこうかなと思います。まず最初に買ったの、そんなにたくさん買ってないんですけど、こちら。こちらはね、幼虫です。なかなかね、山口県とかってね、昆虫ショップあるのはあるんですけど、三山とかね、扱ってる店っていうのはね、まあ、ほとんどないというか、ないことはないんですけど、まあ、数が少ない。でね、こういうイベントとかだとね、そういうのが集まるからね、ものすごいね、見に行きたかったんですけど、まあ、参加できなくて残念で、自分のね、目で見てね、買えるっていうのがね、一番の、まあ、楽しみだったんじゃないかなと思いながらもね、まあ、知人経由でね、こちら買ってきてもらいました。プラネットミヤマ。こちらね、ベトナムハサンっていうところの、昆虫で、まあ、かなりね、特徴的なミヤマクワガタです。なんて言ったらいいかな。まあ、これ今ちょうどね、アクベシアヌスがいますけど、これはでかくてっていう感じだけど、こっちはね、かなり奇抜というか、まあ、なんて言ったらいいかな。奇抜が一番似合ってるのかな。まあそんなね、ミヤマクワガタです。で、僕もね、生態自体は見たことありません。でね、今回ね、幼虫3匹ほどですけどね、販売してたのね、ここ、どこのショップだったっけ？大阪のね、クレイジーさん。こちらのね、ショップがね、来てたので、こちらでね、買わせていただきました。でね、まあ、成虫のね、画像が欲しいところですが、まあ僕も飼ったことのない種なので、まあ、大事にね、成虫まで、育てて、まあ、映像にね、収めれたらいいなと思いながらね、これから育てていこうと思います。まずは1点、こちら。はい。で、もう1点。もう1点はね、こちら。これね、赤枯れマットって言うんですよ。普通のマットとは違って、特殊な使い方することがね、多いマットかなと思います。でね、これなんで欲しかったかっていうとね、ずっとこれね、ずっと探してたんですよ。で、探してたんですけど、なかなかね、いざ買おうと思うとなかなかね、探すのが大変っていうか、まあ、そんなマットです。何に使うかっていうとね、うちではね、先日、カンターミヤマ。こちらをね、今、ワイルドのね、産卵セット組んでるんですけど、産まなかったらね、ちょっと混ぜてみたいなっていうのでね、探してたんですよね。まあ、これがね、まあ、最終手段としてね、まあ、メスがね、ご存命のうちに変えたらいいな、見つかったらいいなと思ってたんですが、ちょうどね、このイベントのことを調べてた時に、インセクトショップ、シナジーさん。佐賀県にあるショップ、ですね。こちらのね、ショップが赤枯れマットを持ってくっていうね、のをね、つぶやいてるのを見て、これ知人にね、お願いして、あったら買ってきてって言って、頼んでたものです。まあ、無事ね、手に入れられたのでね、こちらね、最終手段としてね、使っていこうと思います。といった感じですね。
まあね、本当だったら自分の目で見てね、雰囲気味わいたかったんですけど、まあ今回は仕事で行けなかったっていうことでね。まあまたね、山口県、あんまりね、こういうイベント開かれませんけどね、また次にね、開かれることがあったらね、ぜひぜひ参加してみたいなと思うし、まあ、近県でね、こういうイベントとかやってたらね、まあ、一度も行ったことないんでね、一回は参加してみたいなとね、知人からのね、現場の雰囲気ですか、がね、なんとなく聞こえてきたんで、羨ましいなと思いながらね、今日ね、こうやって戦利品をね、眺めてます。欲しいものがね、手に入ったっていうことでね、まあ、知人に感謝って感じですね。ではね、本題に入っていきましょう。今日のね、本題なんですけど、今日はね、トカラノコギリクワガタ。こちらね、昨年、ちっちゃいね、ペアから、卵を産ませて、返した個体。卵を産ませた個体。こちらがね、もう帰ってきたので、こちらの方をね、今日はね、成虫をね、掘り出していこうと思います。で、こちらに関してはね、まあ、目立つような、なんていうんです、とびきりいいサイズとかいうのはね、ちょっと体重的にもなさそうだったんで、まあ、掘り出し動画っていう形でね、昨年飼育したね、結果をね、報告したいなと思います。なので、特にね、でかい個体とかが出てるわけじゃ多分ないと思うんで。です。あとね、ちょっとサイズ計測ね、これもね、ついでしていこうと思います。はい、こちら、トカラノコギリクワガタ、めっちゃ綺麗。すっごいね、なんていうんですか、木目標っていうかね、すっごいね、綺麗なんですよ。これ白にのし変な。うっつ。こんな感じ。ちょっとマイクが当たる。よいしょ。こんな感じ。すっごいね、形はね、国産のノコギリクワガタ。まあ一応奄美ノコギリクワガタの形になるんですけど、形はね、国産のノコギリクワガタみたいな形でもね、色がね、めっちゃこんな、おっとマイクに当たった。色がね、めっちゃくちゃ綺麗なんですよ。まあ、トカラノコギリクワガタっていうね、特徴がしっかり出たクワガタです。まあ、たまになんか国家型って言ってね、奄美ノコギリクワガタみたいなやつが出るけどね、まあ、そっちの方が珍しいっちゃ珍しいけど、まあ、そういうのはいいや。で、ようやくね、サムネにしてもね、映えるようなサイズ。まあ、それでもね、これ、なんぼだろう。そんなに大きくねえぞ。国産の子とそんなサイズ変わらないんじゃないかな。まあ、それでもね、ノコギリ、これ、これがノコギリクワガタっていうね、立派なね、湾曲してるんでね、個人的には、大満足です。さあ。62。これが62。はい。こちら、メスちっちゃ。これもメスもね、本土のノコギリと比べるとね、めちゃくちゃ赤いです。これもね、綺麗ななのと、あと、背中がツヤ消しかな、わかるかな、奄美ノコギリと同じような、ね、感じですね。赤くてめちゃくちゃ綺麗なんです。こんなね、クワガタです。これもね、立派なね、水牛です。これは暴いてたわ。次。
次はこれも暴いてるわ。何個か暴いちゃったね。暇つぶしにね、部下が確認できたからちょっと暴いたりしてたんでね。これはさっきのよりだいぶちっちゃい。61。63。うん、これはこれも大きい方だね、うちでは。はい、あ、これも同じような形やね。62。いや大きくないわ、ちっちゃい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 も何もこれ中倍やね。水牛にはなってない。あ、ちっちゃいちっちゃい。57。はい、最後これね、孵化したの全部並べてみよう。こんなに綺麗やから並べてもね、いいかも。62。まあどれも似たようなサイズだね。はい、次。これもメスだろ。なんかメスだ。あら、これ。あら、慣れんやったのか。というわけで今回の動画はね、ここまでとなります。最後に出てきた答えがね、ちょっとね、ちょっと今の段階では、公開できない、虫になってしまったので、せっかくなんでね、応募してみようと思います。で、まあ、締め切りまでね、僕の出した数値を超えるような答えが出てきたら、まあ、多分掲載されずに、恥ずかしい思いをするっていうね、動画になるかもしれませんけど、まあ、期待を込めてね、今回はこの動画を公開しようと思います。で、まあ、掲載されることをね、あれですよ、ビークアレコードにね、掲載されることをね、祈りながらね、僕も、返事を待とうかなと思います。といった感じでね、本日の動画はこれで終わろうと思います。続きのね、動画が上がるかどうかはわかりませんけど、まあ、期待せずにね、期待して待っておいてください。では、次回の動画でまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。